こんにちは、まゆみです。今日もサティのグノシェンヌの5番から始めます。それではよろしくお願いします。私は3歳からピアノを始めました。高校から音楽科に進み、音楽大学のピアノ科を出ました。専門はフランス音楽です。パイプオルガンを15年前から演奏しています。日本音楽の雅楽の研究をしています。教育論文などを書いて発表しています。現在は高校で教え、ピアノを教え、音楽を教え、演奏、ピアノを演奏し、パイプオルガンを演奏し、研究論文などを発表しているということですね。そして昨年の7月中旬から YouTube を始めました。はい、それが私の自己紹介でございます。私、かなりレアケースのピアニストだと思います。とても興味深いお話をできていると思っております。すでに200本以上撮っていますので、もし気になる、ね、内容であるとか、すべて通し番号をつけてございますので、よろしければそちらからご覧ください。それでは、前回の続き、靴ね、ペダルの靴の、パート2いきますね。この間、これをお見せして、まあ、だいたいこの5つぐらいのタイプがありますよということをお話ししたと思います。で、まあ、見ていただいてわかるのは、まずはヒールの高さですよね。これが一番私の持ってるもので高いんで、12センチですかね。で、これで、だいたい7.5ぐらいではないかと思います。でね、皆さんね、この間も言いましたけれども、なぜ私がここまでペダルのことをお話ししているかというと、演奏の仕上げがペダルだからです。そして人前で演奏するときに裸足で踏むことはないということなんです。ペダルをどんなに練習して、どんなにね、まあこれで一応人前で弾けるかなっていうレベルまで行ったとしても、当日ね、普段と違う服装で、違うピアノで、そしてペダルの感覚も違う上に靴を履くのですよ。はい、これってすごいことなんです。今までの努力がね、水の泡になっちゃう可能性があるわけ。だから私は必死でお話しして、みようと思っちゃうのね。うん。で、その気持ちが伝わると嬉しいんですけど、でね、私が一番、危険だと思ってるのがこういうタイプの靴なんですね。これ。私これ以前も撮ったんですけど、別の動画でもお話ししてますので、よろしければそちらを見ていただきたいんです。靴としては大好きなんですね。でもね、そこの感覚が全く伝わってこないので、どんどん前行っちゃうんですよ。こうやって。どん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 こうやって前に行ってしまう。だからすごく危ない。それからこのタイプも一緒です。これもやっぱり伝わってこないので、どんどんこうやって前行っちゃうんですね。踏んでる間にこうやって。うん、このね、タイプは私はすごく危険だと感じています。ですから私はやめました。で、これはですね、ちょっと汚くて申し訳ないんですけど、ちゃんと拭いてありますよ、もちろん。これはパイプオルガン専用の靴です。何が違うのかと言いますと、裏なんですね。これあえてザラザラの革になってるんですよ。はい、理由は足のフットペダルが手と同じ動きをしなければいけませんので、自由自在に動けないといけないので、このように例えばですね、これはこれこういうのって、ちょっと汚い、ごめんなさい、もうちょっと綺麗なのないかしら、ありましたね。こうやってゴム貼ってあるじゃないですか。これはね、拭いても取れないの、ごめんなさい。うん、このゴム貼ってあったりしますよね。そうするとフットペダルの上を滑らないのね。あれは滑ってもらわないと困るんですよ。だからこれはあえてそういう靴になっています。これね、パイプオルガンの靴ね。ちょっとこれをお見せしたのは、ヒールの高さとかそのヒールの形状を見せたかったから、皆さんがお選びになる場合は、ローファーっていうのはここが全くまっすぐのものかもしれないけれど、だいたいこの程度ではないですか？か、この程度じゃないかしらと思うんですけど、これと、これは大変危険だと思っています。ピアノを弾く場合ね。はい。どのぐらい危険かというとですね、
先ほども言いましたが、こうやって踏んでる間にどん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 前に行ってしまうんですね。前に行ってしまうというのはどういうことかというと、ちょっとじゃあお見せしますね。つまりこうやって踏んでいる間にどんどんこうやって前に行っちゃうの。私それでもう大失敗をしたことがあるんですね。どん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 前に行ってしまって、踏めなくなっちゃって、かかとが浮いちゃったわけですね。だからかかとの位置をまず決めるっていうことがもちろん大事ではあるんですけど、それ以前にやっぱり靴選びってすごく大事だと思ってて、ぜひね、そこはね、皆さんね、最後の総仕上げなんで、心してお選びくださいね。そして今日はね、あえてロングブーツで踏んでみました。ちょっとこれレギンスだから大丈夫ね。ちょっとここまで上げますけど、こうロングブーツで今日は踏んでみたんですけど、こういうことは多分あまりないでしょう。ただカジュアルな場所で引く場合はあり得ると思うんですね。これも意外とヒールが実は高いんです。はい、ですから私はあえてそのゴム底の、厚いものであるとか、その革底の厚いものをあえて避けるようにしているんですね。理由はこう踏んだ時に全くその感覚が伝わってこないからです。なので感覚の伝わってくるタイプの靴がいいと思うんですね。これはね、やってみないとわからないので、やっぱりゲネプロおよび当日のリハーサルというのは絶対に必要だと思います。はい、そういうわけで、実は前回も申しました通り、しっかり撮った動画があるんです。で、それを見ていただくために予備知識といたしまして、これを知っといていただいた上で見ていただくと頭にすっきり入るのかなと思いましたので、そのように今撮っておりますね。ヒールの高い靴についてはもう一回撮ろうと思います。はい、それでは、また次回ね、別の投稿でお会いできるのを楽しみにいたしております。ありがとうございました。まゆみでした。